国鉄多岐2万軽貨車は、1964年から製作された石油類専用の35トン石貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継された。 多岐に漫画家は1964年から1968年にかけて9ロット33両が、汽車製造、川崎車用、富士重工業にて製作された。落成当時の所有者は、昭和石油、モービル石油の2社のみであった。その後モービル石油所有者のうち5両が1977年1月19日に、内外輸送へ名義変更された。また同日に1両が、 日本陸運産業へ名義変更された。1978年6月30日に産業がカロナイト化学へ名義変更された。1982年6月30日にカロナイト化学所有者1両は川重商事へ名義変更された。昭和石油所有者は 当時すでに廃車になっていた2両を除いた8両が1984年8月9日に日本石油輸送へ名義変更された。1979年10月より化製品分類番号年31が表記された。所有者は2社のみであったため、携帯の種類の少ない形式である。積み荷は c 重油など高年度の輸出のため蒸気加熱管、保温のための断熱材、 規制を設けたドーム付きタンク車であり、二役方式はマンホールによる上入れ、都市間による下出し式である。都市は黒であり、全長は百ミリメートル、全幅はミリメートル、全高はミリメートル、台車中心間距離はミリメートル、時長は七点七トンマイナス八点零トン、換算量数は積車点五。 空車1.8、最高運転速度は時速 75km、台車は12トン車軸を使用した TR41C である。1987年4月の国鉄分割免営火事には12両が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では3両が現存していたが、2001年12月に最後まで在籍した1両が廃車となり、 同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。